本日のグリード動画2回目ですね。さっきは起きろよ後藤編でしたけども、今回はというかオープン前のグリードからお伝えします。あれ、いつもの2人がいないですね。ちょっと探してみましょうか。あ、いましたね。早々と言いましたね、探すこともなく。これどこですかね。これはここはグリードのトイレ前の。遠いですね。だんだんステッカーがちょっと増えてきてる感じの。ここはね、トイレ前ステッカー、トイレのとこステッカー貼ってもらっていいんで、ですね。このトイレ前の壁が厚いっていうことから始まりましょうか。で、今日は何かありますかね。今日はあれ、あれ、どうって、噂の右手に持ってはるフライヤー、こちら。ここ 2,3 日宣伝してきましたけど、やっと今日ですね。今日の、PM11 時からストアパーティーということで、 11PM、 はい、どうぞということで、ベイエーとヒップホップの DJ イベントとオープンマイクもあるんで、ラッパーさんオープンマイクでがっつり楽しんでてもらえたらと思ってます。はい、はい、お願いします。お願いします。ただなんで。そうですね、ただなんで。自販機にたっぷりお酒も昨日いっぱい入ってるんで、入れてくれはったんで、ジュースも増えてますね。ミックスジュージュー、あれいいと思いますね。はい、で、まあ、結構お店にいっぱいフライヤーが嬉しいことながら、いつも毎回皆さんお届けしてくれるんですけど、昨日はこんなフライヤーが入ってきましたね。7月23日に行われるカーニバルのフライヤーですね。メンツもちょっと写真でずらっと見るだけでも豪華なメンツが目白押しです。いえ、7月23日土曜日はパルピッタに僕も行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとここがすごい今蒸し暑くてクーラーもつけてないんでちょっとけど今日は汗をかいてね、昨日のアルコールを飛ばしていこうかなと、はい、思ってる次第でございます。そうですね、こういう低くもなく高くもなくというテンションでお届けすることもだってこれね、台本もないんだよ、ないですもんね。そうですね、やっぱこう、ね、そういういろんな一面も見していきたいみたいな、その上がってる時じゃなくてやっぱこう普通の時とかテンション低い時とかもさらけ出していくんで、もうここまで見てる人いないかもしれないですね。そうですね、はい、多分で確実に見てない、人としてね人として見てないかもしれないですね。そうですね、たらそんな感じで、あ、今日やむやむあれですね、グリード T シャツですけど、ちょっと映らないですね、暗くて。何ですか、黒にグレーのこの、ちょっと映らないですね、やっぱり。またちょっとそれお店まで見に来てくださいっていうね。ですね、見に来てください。はい。それではグリード動画トイレ前からお伝えしました。ありがとうございました。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。1時オープン。さよなら。